お疲れ様です。ごめんなさいです。めっちゃむずいですよ。怖いっすよ。タケノコニョッキ始まってるよ。なってるよ。タケノコニョッキ始まってるよ。アイスかぶってアイスかぶって。いけ。おい。次の作業すんです。すいんです。どうか。あ、今今やったな。やったな。はいはいはい。夢の組です。夢の組です。ここです。ヒッサンサーブも最高です。ヒッサンサーブ。ヒッサンサーブ。ヒッサンサーブ。フォークオン。それ、フォークオンの B。あ、B とは違うか。はい。はい、どうも、の研修長の伊沢です。ごめん、ごめん。ちょっと頭の時にからごめん。というわけで、最初で最後の高学歴誰が一番賢いねんナンバーを決定戦。まあ、というわけでね、学歴などを売りにしている YouTuber のごく一部を、ごく一部、いや、もう全部ないよ。お二人の悩みは多分いると思うんですけど、うん、彼らは一応予選敗退という部分で、あ、一番の学歴中も予選敗退したい。それは敗退したい。それはなんか聞いたことある。まあ、花伝グループ、はいはい、呼び名グループ、グループの積分グループ、ミナグループ、イタグループ。完全に名前が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 名ドラクエ。ありがとう。改めてよくぞお集まりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんに今回はバトルロワイヤル形式でクイズをしていただきます。おなるほど。そんなんそんなんもうそんなんもうそんなんやめるわ。クイズやってる人いるもんね。クイズを普段大概にまあ、ノーマルのクイズもありつつ計算とかね数学的な試験要素もありつつ、それでもイダチャンネルはどうなんですか。そういうやそんなそういうのはどうなんですか。フィジカルでないですか。フィジカルで本当に受験から一番離れてるの俺やから。あ、10年だったそこまでちょっとなんかそれは離れやからね。まだやばいよ。違いなきゃいけんだよお前。イダには勝ちたい。イダじゃないじゃない。全部で25問用意してます。めっちゃあるじゃん。結構あるじゃん。で、あの問題が進むごとに得点の低かった人出ていってもらいます。あー、なるほどね。5問目の時点で1人お10問でもう1人お、はいはい、15問で2人お、はいはいはい、なるほど。20問で2人、ラスト残った3人でさらに決勝から。なるほど。はい。怖っ怖っ。最下位、あ、罰ゲーム。最下位の最下位3人多いな。結構多いな。1-1-2で減らしてから最下位4人になるんだ。最下位下位3人は東大卒ってタイトルに書いても禁止、兄弟ワード使うと禁止、おお犯罪って書いても禁止、おお俺が配達するかもしれない。1位になった人は、なんかあるんですか。なんかあるんですか。もしかしたら欲しいかもしれへん。確かに東大クイズ王でじゃあ使うっすわ。俺が勝ったら、花尾伝願チャンネルの跡地を俺たちがもらうでいい。跡地を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 跡おぉニョキニョキ。今のでお前前面しといたからしかも。ありがとう。はい、それでは、まず1問目から5問目までシンプルクイズやばーい。はい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 、全部ホットだ。一個目は無茶苦茶。こんな自動販売機は嫌だじゃなって。貯めてたにしては汚れる。ちょっと隠してます。止めてたにしては汚
おい。回答形式はですね、フリップに書いていただきます。はい、早押しではありません。書いて、高校生とか書いて、あ、そうです。はい、みんな書いたら一斉にお返しします。はい、はい、はい、ということで。はい、はい、はい。もう一回ね、ギブアップっていう。はい、ということで。専門学校の乗り上げ嫌だったことだということで、第1問、はい、はい、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えりという冒頭で始まる福沢諭吉の著書は何？怖っ、この怖っ、マジでシンプルクイズ本当にちゃんとクイズだった。いや、シンプルですね。なんかシンプルすぎて。はい、それではみんな回答一斉にオープン。せーの、学問っすね。学問っすね。ほんまに全部言えたんすね、さっき言ってくれたやつ。続き言ってよ、じゃあ。そんなの、うん、続き、あ、続き聞きたい。続きあるよ、続き。これが学ぶべきです。いらんよ。2問目まいります。なんか緊張するわ。タクシーです、もうそれで回答変えます。いやいや、変えますよ、変えますよ。はい、全然ちゃんとギリギリで当ててくれない。何の話か。マジで帰ってほしい。お題、はい、大学の卒業者に与えられる学位、修士は英語でマスター、博士はドクター、では学士は英語で何という？いやー、なるほどね、そういうことね。これ誰も落ちないんじゃないかと思ってる。これ学歴系ならこれぐらいだね。怪しいわ、怪しいな。いや、なに、ちょっとマスターなりけへんからな。そうやな、見えへんすね。あ、マスターなら答えた。うん、マスターも。いい問題やな。始まってる人、終わってない、終わってない。はい、なんでしょう。大道の自販機なのにお茶しか売ってない。あ、もうどんどん負けすな。懐かしい。オープン。せーの、ドン。ベーシック、スカラー、バチュラー、グラデート、プロフェッサー、バチュラー、バチュラー、バチュラー、ビギナー。ビギナー。ビギナー。やばいやばい。正解はバチェラーです。B でやることだけは俺もちょっと待って。いや、俺でもマジでブラザーかと思った。何かはブラザー。ブラザーのビジョンが見えん。はい、あー、どうしよう。いや、ちょっとでもそれぐらいでっていうのがちょっと大体でも足元見られた。最後はいい問題でしたか。いい問題でしたか。自分がうまく間違えたらいい問題だということは分かった。旧帝国大学の7大学を緯度の大きい順に並べろ。おー、はいはい、おー、いいじゃん。え、これ意外とムズいって。いや、全然ムズいっすよ。意外と日本の本州が東西に伸びてるっすよね。マジでわかんない。ベルカルトラ層じゃないとわからんのか。ベルカルトラ層ユニバーサルカトル層じゃないと。ユニバーサル横ベルカトル層じゃないと。UTC が。いや、いい問題っすね。また言うか。それ言ったら大体間違うっていうチンクされたから。え、1問目良くなかった？え、1問目感出せきました。何決めるすいません。はい、計算してるで今。計算いいんだよ。計算いいんだよ。何言うかよ。 HQ の質量は使ってる？いや、まだ使ってないです。確かに北海道ってちょっと重力気持ち軽いから。ちょっと上そうや。それでは皆さん回答オープン。はい、北海道、東北、名古屋、東京、京都、大阪、九州。全
海道、東北、東大、名古屋、京都、大阪、九州。北大、東北、金沢、九州、東京、京都。明らかに今あれでしょ。え、高順で、海道大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 、東北大、東京大、京都大、名古屋大、大阪大、九州。まあ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 、北海道、東北、京都、東京、大阪、名古屋、九州。ありえるか。いや全然ありえるか。ありえる。俺以外全員ある。伊沢くん以外はある。ちなみにこれ正解者いるんか。いるかいないかな。そう、正解者がいるかどうか知りたい。いますね。すごい。誰？正解は北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州。お釣りがこう手で出てくる。これなんと読む？やばい。はい。やばいな。あ、もう朝しかない。いや、分からへんなこれ。マジで分かんねえ。直感でいくしかないこれ。はい。じゃあオープン。はい。キュウリ。ヘチマ。ヘチマ。スイカ。キュウリ。ヘチマ。ヘチマ。ヘチマ。正解は。ヘチマだ。いやこれ分からんかったな。まさかの花尾さんトップってそんなことあるやばい。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 最初の1個しか正解してない。僕もっすね。コバやばいちゃう。え、じゃあ今最高だ。ちょっと待って、俺やばい。なんか俺が正解がいるよ。残りない。4問目終了時点で3点が花尾、伊沢くん、スン、ルンドです。すごいすごいすごい。嬉しい。嬉しいよ。2ポイントが匠さんとキムです。大喜利もね、あるから。大喜利あってそれだったら悲しいよ。念願とコバ君とサイコ君が1ポイント。なるほど。やばいやばい。タツナ君がそこから生き残りたい。思ってるね。生き残りたい。ガモン、楽曲じゃねえからさ。分かってる。やっぱ印象違う。やばい。ここ残ればチャンスある。一応構成案では鼻をここで耐えずっていう。全然調子いいな。はい、では問目です。はい、問題。サリチル酸と無水酢酸に濃硫酸を加えて反応させると生成される化合物は何？わ、これはちょっとタクシーは苦手。そう、めっちゃ苦手これ。なになんなんなんなこの知識。誰学生。これでコバ解けんくて俺買ってたら結構すごいで。この受験なら今5年ぐらいやんな。4年ですね。5年ぐらいな。でも12年か。4本で。なんかめちゃめちゃ僕は下げられてるっすね今。正解してんの。若いでおつもだけど解散すんねんか。解散すんねんか。若いでおつもだけど赤は白ね。それではオープン。せーの、ドン。アセチルサリチル酸。アセチルサリチル酸。全く関係ないことで、硫化アンモニウム。アセチルサリチル酸。ベンゼン。アセチルサリチル酸。アセチルサリチル酸。アセチルサリチル酸。アイデサリチル。はい、ということで、正解は、アセチルサリチル酸です。やってない。さすが。嬉しい。結果どうなったかだけ。結果どう。一旦ちょっと集計してもらおう。ということで、5問目終了時点で4問正解が花尾、スン、ルンド。すごい。おすごいわ。3問正解が伊沢くんと匠さんです。おお、はい、5問中3問やから。2問正解が玄関、サイコ、キムです。すげー。よし、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 よ
落ちんかった落ちんかった3分後何だろうあっくるなぁ何で全部言うね聞いたことないな名前ということで一問正解5番え、これつってどうなんねんっけ、まあ、次ぶってなかったこいつ兄弟使えなくなるあーあーでかいですねこれといてねえよ勝てないよ判断使ったの一輪で帰ります一輪で帰りますすげえすげえここまで来たのにいやコラボもできたのに。いやー、かわいそうに。でも俺は心から満足した。爪痕残した。記録よりも記憶に残れてよかった。ありがとうございます。じゃあな。まあまあでも。こっからよ、こっから。こっからやな。こっからよ。落ちそうなやつが落ちたから。兄弟生大したことなかったな、ほんま。間違えられないんだ、あいつは。ということで、6問目から10問目までは、かぶっちゃダメよクイズ。やばい。一つの、お題を出しますので、それに対して答えていただくんですけども、はいはい、他の人と答えが一致してしまったら、得点なしと。でかいよな。いいね。いいね。これはいいですよ。これ全部でもクイズプレイヤーがいるからあんまり攻めすぎてそう俺はすんな怖い本当にあえて変な方向行くと追突事故でそう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 はいでは今だってなんて言ってない最後にボソッと言うあれが拾われてる最後君のね拾ってあげろサポートしてるそう今嫌がらせちゃったから相方もいないから相方も寂しそうここから気持ち好きなように使って心もとなすぎる問題魚編の漢字を答えなさいおーさすがにこれは幅広いなうわなんか何回もかぶりそうな感じ本当にでも何か逆に言いたいやつだこれでも何読めなあかんこれは読み上に入ったりこれ読みは上に書きましたはいそしたらオープンどうニシンワカサギはいゴリゴリセンキスはいニシンちょっと1個言ってる感じが俺とあいつ漢字違うやん漢字違うやんこの場合はどうですか全員クリア漢字違ったら OK これでかい OKOKOK マッチョかけです危ねえ危ねえもうそうだ漢字かけて危ねえカサギやってたニシンって聞こえた瞬間マジで終わったはいそしたら問題頭文字 Q から始まる英単語を答えなさいうわぁ Q 英語で書いた方がいいそうですねこれ読みされたんですよそれ、ちょっと待って。どうした？キュー。会えるよな、みんな。会えるよ。これ、これな、やっぱな、みんなちょっとは会えるんや。絶対。え、それで、そんな中でどうするかね。え、これ意味わからなかったっすよ。まあ、文法ミスありましょう。じゃあ、回答一斉にオープン。はい、ドン。僕はクエスト。おー、いいね。クエイク。おー、これ、キッチン、クルエル。僕は、カタール。クワイト。かなりみたいな。そうなんだ。あ、よし。いいよ。クエスト。おぉーキュークリア。クリア。クリア奇妙だ。なるほど。正解。結構それ意味聞いてくれた。列になるみたいな。まあまあまあ。おぉーすごいなー強い、冷静ですね。変顔と寸以外、正解あいやでもこういうゲームやんそうなんすよこういうゲームやんなかぶったねこれなクイズ書いてくれると思ったけどクイズいやさすがにちょっと簡単すぎるそんな許せなかった問題明治時代に活躍した歴史上の人物を答えなさいつらいそれは日本人日本人で教科書なりウィキペディア載ってたら大丈夫です森有礼江戸本武明おーい森有礼うわあ、吉野板垣大介
早すぎる。はい。土方歳三。変えた。小村寿太郎。小村寿太郎は土方歳三。お待ちください。捕虜との戦い自体は明治時代。ああ。1912年までですよ。うん。完全受信の撤廃は1911年にしてる。いや、偉い、絶対正解。沿岸花尾伊沢くん、たくみさん、ルート、クリア。ひらがな OK って言ってたから、ひらがなで借りてたら正解だよ。マジっすか。漢字だけ教えてもらっていいですか。調べろよ。はい、私たぶん元素周期表における4周目の元素を答えなさい。4周目ということは、ここに変わったらマジで知るしかないよ。ここは、こうで一旦全部書いた。そう、一旦僕も全部書きました。俺も書いてこのラインナップから1個選ぶんだな。全部書ける組はもう運になってくる。もうアウターのネタ読み。でもこういうのがマイナーなっちゃいますよ、結構。いや、まああるけど。リアカーのゲームの違いますよ。違いますよ。アテリスタ拾いすぎる借金でも4日結構。うわー、これこの8人でこの問題をやるってのはなかなかかぶりそうで、確かに。ゆえでそんなに18、でも18回か8人が全員違うこと書いてる方が少なそうやけどな。3の方がいく。いいよ、はい、頼む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 、オープン。セレン。うわ、セレン。あれでもカルシウム、コバルト、バナジウム、カリウム、コバルト、コバルト、どうした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 、え、この2人だけ、だってバナジウム2人いる。バナジウム2人セレン2人。CA までしか覚えてないから。あの、アホグループはそのイザーとパーマンをずっと見たくしかない。え、ずっと見たくねえんだよ。わざるといたくない。俺はほんとバカみたいなことしてる。マジ無駄、マジ無駄。やっぱお前たちプライドが邪魔してくるかけてんだよ。お前たち弱点だ、これは。かけてんじゃないんだよ。逆に言えばここ書くと思ってるの、カリウムで。じゃあ書かねえ。そう、じゃあ書かねえ。そう、優先だよ。そう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 。いや、なんか、そこはあげなの。でもこれはすごいこと起きてよ、マジで。この被り方は。後で確率計算しといてよ。すごいよ、これ。いや、マジで。悔しい。悔しい。これは痛いね。いや、これでも、作文者嬉しいだろ。そうね。これはいいよ。この国、内国出たよ。思い通りの。さあ、10問目。やばい。数学の〇〇の定理、答えなさい。おー。計算は範囲は範囲は何でもいいでしょ。どこまででもいいです。はい。大学でもいい。大学でも大丈夫。法則とか公式とかはダメです。はい。定理。はい。定理か。ちょっと待って、これマジで。絶対かぶるよな、誰かもな。うわぁ、ちょっと待って。時間欲しいな、これはちょっと。読み合いが。もうちょっとあの、読み合いが。5分は欲しい。あぁ、俺これ全然選択しないな。おぉ。牽制すんなよ、とか。その、焼酎の範囲はなんかなくそうって。よし、ちょっといただけやな。俺決めたで。前はどの分野書いた？さっき書いてくれた。さっき書いて、俺も書いたで。おや、まずまあそう。大丈夫でしょ、さすがにね。いや、俺が今まで一番動画で定理書いてるし。いや、確かに。これあんのかな。それも定理自体が。ルンとそれ書いたもん。はい、書きました。言いたなるそれ。めっちゃ言いたなる。ほー。言いたなるの、お前それ。言いたなる。よしよしよし、あの電源がさ最後にするってやります。ああ、それでもこれで俺かぶってると思うんですけど、逆にもう2人から出しちゃってたの。確かに。ああ、いやいや、じゃあ変換の義務オープン。どうも、週刊誌の定理、印鑑数定理。おお、いいね。まず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 ここまで。あっちもいい定理ですね。盛り上がってます。はい、じゃあそれからの、そしたら穴音最後。ちょ、いや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 、はい、俺の方がいきます。わぁ、マジで上とか。まだ上の定理書きました。おぉ、今回回答オープン。
節限定すげえ。うわすごいこれはすごい。なんでやろうすごい、そういう難しいスペルチャレンジする。完全にスタッフ。おい、あれ大丈夫だよ。おいら、こんなことあるんですね、最後YouTube 最後にやっててよかった。